何でもセールスマン訪問販売シミュレーションゲームということでね、今回はね、セールスマンになって、ね、訪問販売、まあ、物をね、お客さんに売っていくというね、シミュレーションゲームをやっていこうかなと。いや、まあ、皆さんもね、多分、訪問販売来たことある人もいるんじゃないの？俺はちょっとね、あんまりないんだけど、ね、この水すごい健康にいい水なんですよ、みたいな。ね、この青汁すごいいいんですよ、みたいな。この機械、このマッサージチェアすごい、性能がいいんですよ、みたいなね。多分そういう感じだと思うんですよ。ね。で、そういうのを、うまいことね、この話術というかね、を駆使して売っていくと。セールスマンになって。いや、俺はね、ちょっと口下手なんで、まあ、こういうね、ゲームで、この会話術とかをね、学んでいきたいなと。そしてね、もしかしたら、ね、この将来訪問販売をね、する日が来るかもしれない。俺も。ね。もうこの動画をね、見てくれてる人も、もしかしたら訪問販売をする日が来るかもしれない。ね、セールスマンとしてね。うん。かもしれないんで、ちょっとね、このゲームで、ね、この、話術というかね、この、段取り、ね、ノウハウをね、ちょっと学んでいこうというわけですね。まあ、早速スタートでやっていきましょう。オープニング。失礼しまーす。あれ？誰もいない。これ何？段ボールすごいけど。どういう状況？あ、タップ？はい。入社日、え、入社日なのに誰もいないの。そして段ボールが溜まってんだ。はいはいはい。おーい。ん？なんかどこからか声が聞こえるぞ。なんか段ボールから顔出してきた。よく来たじゃん。うわ。いや、気づいたらこうなってたじゃん。誰？あ、俺はここの社長。これから飯行くやろーと、すごいチャラい、ね、若い社長ですね。失礼しました。よろしくお願いします。なんだ、この人。うちの会社は営業、いわゆるセールスっていうことをやってるんだけど、ちみー、見た感じセールスは便利だったっぽいじゃんね。あ、まあ、はい。とりまえ、やってみないことには始まらないっしょ。とりあえず点を開けて、あと赤いテープの段ボール箱開けてちょうと。すごいね、よく社長なんですかそれで。これですか。商品とセールスの説明が入ってるじゃん。それ見ながらセールスしてみるじゃん。それじゃあバイブス上げていきましょういと。いや、そんな一人でできる。あ、教育係ね、そうよね、なんか教えてほしいじゃん。マジサーフィン、いや、お前が悪いじゃん。じゃあね、いや、社長がさ、働かないでサーフィンとかしてるから、みんなね、もう呆れていなくなっちゃったんだよ。じゃあ、シークやろー。とりあえずやってみるか。やってみるの？もうやめた方がいいんじゃない？転職考えた方がいいんじゃない？で、これ何？これ味噌汁セットみたいな。ね。はいはい。あ、お味噌汁セット20個。あと、シクヤラーと。今回のノルマ。はい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 。これは、あ、早速セールスに行くじゃん。とりあえず当たって砕けるじゃんと。はいはいはい。まあね、もうとりあえずもうやってみるしかないと。で、準備。商品。はい。さっき私とお味噌汁持ってくじゃん。手ぶらで出ても仕事できないじゃん。まあ確かにな。その通りですね。600円と。はいはい。で、あ、向かう。あ、これで今からセールスしに行くんだ。おぉ、ど田舎。ど田舎町。ど田舎町からに行くじゃんと。はいはいはい。ここに向かうと。そこの家とか良さげじゃん。売りつけに行くじゃんと。はいはいはい。ここね、はい、緑のね。和夫さん、好きな商品のジャンルとか、まあ、いろいろハテナだけど、訪問する。お、ピンポン？お、挨拶してね。あ、俺が押すのね。チャイム。お、ピンポーンと。ごめんください。なんじゃ、誰かな？こんにちは。私、丸々障子。アルバイトなんだ、お前まだ。アルバイトなのに、一人で行かされてんだ。もうやめたらいいんじゃない？中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、権利をお伺いさせていただいております。ばあさんが、出前頼んだかの？ほんの数分で、話を聞いてくれ、おじいちゃん。わしは寿司がいいの。お話だけでも、聞いていただけませんか？いつもカッパ巻きしか食べてもらえんでな、食べさせてもらえんでな、それはかわいそうだな。うん。いや、これ大丈夫？これ。あ、こっからね、とりあえず、入れさせはもらえたんだね、ドア、家にはね。はいはい、ありがとうございますと。
私、〇〇商事アルバイト。ね、アルバイトで来てるからね。中田と申します。本日ご紹介させ、あー、噛みすぎね。こんな噛んでたらね、セールスマンとして大丈夫なのかと。ね。ちょっと滑舌もね、ここで修行していきましょう。お味噌汁セットでございます。はぁ、ご存知ですか？いや、まったく知らん。聞いたことなか？こちらが今回のパンフレットでございます。どっかで見たことあるの？ナムの結婚式の引き出物にあったような、なかったような。いやいや、そこらのお味噌汁セットとは、まあ、訳が違います。そうじゃ、スーパーの特売コーナーじゃ。いや、もうそんなんと比べないでくださいよ。もうね、もうそんなんと比べないで。スーパーで売ってないから、こういうの。お、ベシッといい感じに商品をお客さんにアベルするじゃん。それは何、どっから来たの今、天の声。え、セールスポイント選ぼう。はいはいはい。5秒に1個売れています。1世帯あたり1セット限定は、限定って言われたらね、ちょっと買いたくなっちゃうよね。超高圧水流でスッキリ。これは絶対関係ないね。絶対関係ない。限定は結構でかいと思うな。はい、はい。で、99.9% 除菌できる。意味わからんわ。乾電池散歩。いや、意味わからんわ。ゾウが乗っても大丈夫。いや、意味わからんわ。全部意味わかんねえよ。どうすんだよ、俺。終わった。もう終わった。一番、まあ、マシなのは除菌だよね。このお味噌汁を、ね、この限定味噌汁を食うことによって、なんと腸内が 99.9% 除菌できます。これ大丈夫か、これ。はい、1世帯あたり1セット限定 99.9% 除菌ができるお味噌汁セットでございます。おー、すごいね。あ、グッド、グッドなのか、本当に大丈夫か、これ。お、こちら大変人気のある商品でございまして、より多くのお客様にお使いいただけるように、1世帯あたり1セット限定となっております。また在庫が切れ次第、実会入荷未定となっております。はい、僕はやっちですよーと。いや、そう言われたらね、欲しくなっちゃうよね。細菌やウイルス。あ、合ってたの？合ってんの？安心と信頼の除菌量99。いや、合ってないだろ。さすがに。何を除菌すんの、それで。おー、常在菌を根こそぎ、大丈夫それ。悪い菌だけをやってよ、ちゃんと。潔癖症の方に大人気。潔癖症の方、お味噌汁も選ぶかな。お得な気がするか、まだわからんのーと。はいはいはい。メーター。あ、この上のテンションメーターってやつ、今1個欲しいってなってるけど、これが、まあ、売っていくことによって、このね、説明をうまいことやっていくことによって増えていくのかな。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと、商品のイメージ。わー、そんなルーレットでね。はいはいはい。乗せる菊食べる。乗せる菊食べる。はい、はい。紫で止める。オーケーオーケーオーケー。危ねー。菊ってなんだよ。味噌汁の声聞くなよ。あーね、ピチョンと。はいはい。フリーズドライ製法。ほうほうほう。ギュッと美味しさを閉じ込めているんですと。はいはいはい。わー、そして懐かしさがね。はい、お袋の味ってやつですね。口いっぱいに広がりますと。ばあさんが作る味噌汁は、だしもお味噌もない味噌汁じゃからのーと。おー、じゃあいいんじゃないの？お、エクセレント。さあ、欄に、こちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、あ、購入者のレビューあんのね。カレーの味がする。シャッフルで決めんなよ、そんなんさ。やっぱカレー以外だと、まあ、どれも当たりっぽいよね。うん、お袋の味が一番でもいいのかな。でも、出汁が効いてるも全然いいよね。カレーの味、まあ、カレー好きにしか、あんま意味ないもんね。これは、あ、もう、完全ランダムか？ちょっとちゃんと見てなかったけど。まあ、どれでもいいか真ん中押してみましょう。出汁が効いている、これはいいんじゃないの。この味がね、やっぱいいと思うよ。出汁が効いているわ。99.9%! もうほぼですね。もうほぼ全員出汁が効いていると。ね。まるで料亭のようなお味噌汁をご自宅で楽しめますよ。そして、こちらのお味噌汁セット。なんと、今だけ500円でのご提供となっております。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。しかし、ばあさんには効かんねえ、買うわけには。まあね、確かにね。なんかこのおじいちゃん、入れ歯が出てない？これ、入れ歯出しながら喋ってない？この人。おいワード！はいはいはい。お、なんだなんだ、コンボ。え、プラスワードだけタップ。はい、わかりました。ワイドショーで出た、朝が忙しい、懐かしい、ワイドショー、両親、ワイドショー、ワイドショー。すごい、ワイドショーで出るね。ワイドショーめっちゃ出るね、この味噌汁。ワイドショー、お、両親プレゼントいいね。おかおか、ワイド、すごいワイドショーに出るね。そんな味噌汁、ワイドショー出るかな？すごいんでしょうね、売れ行きが。これは、去年買おうと思っとったん？買おうと思っとったんじゃ。
すっかり抜け取った。おお、はいはいね、忘れていたと。みんな持ってますよ、買わなくてもいいんですか。よし、わかった、9個わ、9個も買ってくれるの。え、多くないこれ、9個だけとか。9個持って思うんだけど俺。あとおばさんには、内緒だぞって、内緒、もうカミソリで、内緒、内緒だ、内緒、じゃぞ、じゃぞと、はい。9個ですね、と。9個はすごくない？え、味噌汁って多分さ、1セット多分10個とかついてない多分。え、1個に、1セット1個ではないでしょ、さすがに。これ結構売れたんじゃないの？でもノルマは20個だから、あと11個売らないといけないんだ。はいはいはい。いや、これなかなかね、高ポイントだと思う。いい点数もらえるんじゃないの ?80 点。お、やるじゃんと。はいはいはい。いや、これはさすがにいいよね。ちょっとマップ戻る？お、これでセールスは終了じゃん。超ちょろいじゃん。じゃあ、ノルマ達成するまで、じゃんじゃん、バリバリ売りつけるじゃんと。はい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 。じゃあ次、トメさんのお家行ってみましょうか。で、味噌汁で訪問すると。え、ピンポン、はい、押して押して押して。ピンポン押して。え、あ、いいの？こんな押せるのこれ。これ怒られない？これ。これ、あ、もうやめとこうか。やめとこうか。はいはいはい。これっすね。これ、第一印象最悪なんじゃないの？はいはい。どなたかいね。こんにちは。私、まるまる少女アルバイトですよ。中田と申します。はい？なんだって？いえ、ですから。あ、寝ちゃったよ。ピンポン鳴らそうぜ。ちょっと、起きて、起きて。あ、ダメだ。寝てるみたいだ。おいおい、何やってんの？まあ、じゃあ、育蔵さんのとこ行こうじゃ。育蔵さんはさすがに起きてるでしょ。ね、ちょ、ピンポン。ちゃんと一回だけね、一回だけピンポンして、まあ、第一印象ね。おらにー、なんかよかーと。こんにちは。アルバイトの中田と申します。ね、今回おすすめしたい商品がございまして、お伺いさせていただいておりますと。お客さんどうか？いえ、むしろそちらが。いや、まあ確かにな。野菜売ってきてないこいつ。おい、相手もセールスマンだぜ、これ。無農薬だから、体に石うまいっぺ。あ、ありがとう。おー、待って、買うなよ、お前。え、どっちがセールスマンかわかんねえよ、これ。いやー、これ相手なかなか強いんじゃないか、これ。ありがとうございます。私が、アルバイトを務めさせています。中田と申します。お味噌汁セットでございます。そら、なんだ？あれでの牛かーと、お前、お味噌汁セットっていう牛聞いたことあんの？こちらが今回のパンフレットでございますと。はい。もう、牛小屋にこれ置いてっ、ん？なに？牛小屋にこれ置いてっぺ。あー、味噌汁を牛小屋に置いてんの？あー、わけが違いますと。はい、セル、あ、また選ぶんだ。偏差値が40から60に。ダイエット、あ、ダイエット強いんじゃないか？パワーが違います。いやー、これはちょっとあんまよくわかんねえな。偏差値、頭良くなる？でもダイエットは結構いい気がする。うわー、なんだ、使ってみっかり違いがわかる。うわ、これはでかい。乾電池はもう謎。スピリチュアル。うわ、なんで？そんな神秘要素ない。じゃあこれでしょ。これ結構いいんじゃないの？これ。ね。でもこのおじいさんがダイエットを考えているかっていうのはちょっと疑問ではあるけど、お、エクセレント、いいね。まだ3日で違いが分かるってのはかなりでかいよね。100% 成功するの、まあ、100% とか言わない方がいいんじゃないの？それはね、ちょっと 100% とか言ってない、なんかなってないんですけど、とか言われたらちょっとね、使い方ご想像にお任せしますか。お、ストレスが解消された。なんで？味噌汁で？速攻性が高い。はいはいはい。翌日にもそんなに？なんか、あの、胃とかね、その腸のあの、働きを良くするのかな？お味噌汁がね。3日後にはほぼ全ての方が違い。おー、これは結構でかいんじゃないの？だまけたなぁ。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、食べろよ。聞く、食べる、乗せる、聞く、食べる。オッケー、食べるね。危ねえ。ちょっとね、もうちょっとね、乗せるになってた。で、こうね、フリーズライで、こう、いい感じに食えますと。で、このね、このお袋の味というものがね、口いっぱいに広がりますと。こんな味噌汁、始めてみるっぺ。いっぺん食べてみてね。おー、結構好印象なんじゃないのこれ。ね、お、エクセレント、いいね。さらに、こちらの商品ご購入された方にアンケートをお願いしたところ、レビューが、おー、またこれだ。ちょっと今回ちゃんと見てみようか。真ん中ね。右、左、真ん中、右、真ん中。わからん。あ、右。多分右。お袋。オッケーオッケー。あー、じゃあこれもランダムじゃないね。これちゃんと見れば答えれるわ。このシャッフルのやつは多分ね。で、お袋の味と。なんと 99.9% の方がお袋の味と。ねえ、お母さんの味はね、美味しいと。ね、どこか懐かしい味が一番ですね。と。はいはいはい。
600円のご提供となっております。おじいさんもう鎌振り回してるよね。うわすげえ買いてえわと、どうすっぺかなと。まずその鎌を一回置いてほしいね。危ないわ。おいワード、はいはい、オッケー、押していきましょう。プレゼント忙しい。ボーナス、お、今回ワイドショーなかったね。でエクセレントと、いや今回結構いいんじゃないの、全部エクセレントじゃない。買わねばいけねえ気がするっぺ。我の勝手な牛くらいいい商品だべさ。お、いいんじゃないこれ、もう100点なんじゃないの。みんな持ってますよ。みんな9個、ああ9個なの。嫁さんには言わねえでなと。いやーもうちょっといいんじゃない。あ、もう10個とかでもいいような気がするけど、まあとりあえず9個と。オッケーオッケー、でもなかなかいいんじゃないの。でもさっきもまあ確か9個だ。お、なに、ちょびっくりした。おい大富豪のとこ、話は聞かせてもらった、あ、話は大体聞かせてもらったよ。ぜひ私にもその商品売ってくれないかと。ルーレットを回して特別な注文をしてもらおう。ほう。ヘリコプターでね、わざわざね。はい、ルーレット回してみましょう。ああ、そういう感じですか。ほう。星4つ。まあ、赤のところに止まれば10個買ってもらえるわけですね。いきまーす。はい。あれ、はい。あれ、はい。あれ、お、ああ、いた。1! うわ、まあ5個。でもこれでさ、ロールマンいったんじゃないの？追加注文ボーナスで。で？ああ、だよね。14個でしょ？で、さっき9個多分買った。ああ、だよね。オッケーオッケー。セールスノルマクリアと、セールスレベルが2に上がりましたと。で、今回100点でしょ？これいいと思うからね、今回。95なんだ。あ、じゃあセールスポイントがもっといけたってことね。はいはいはい。お、なに？いい感じ。ドラマ、達成できてるじゃん。まあ、私にか、お前アルバイトだよ。なんでそんな上から目線？あはは。すいません。趣味にはもっともっとセールスの力、ピッカピカ磨いてほしいじゃん。今日は特別に俺がお辞儀の仕方をレクチャーしてあげるじゃん。あ、ありがとうございます。よし、まずは頭を下げる。こうですか？もっともっと下げる。こんな感じですか。いいな。じゃあ次は膝を曲げて、お尻とかかとくっつけるくらい曲げるじゃん。もう土下座じゃんそれ。そうそう、完璧なおじぎじゃん。ふぅ、これおじぎというより土下座では。そう、これこそが栄養満のトラディショナルなスタイルじゃん。マジっすか。マジマジ本当に。ちょっと待ってじゃん。でも実際は俺っち接したことねえのかよ、お前社長なのに。おい、何言ってんの。全くねえのかよ。俺と一緒のツッコミありがとう。そろそろオープンデルするバーベキュー。おい、何やってんの。働けバーベキュー。そうそう、今回この商品を売ってきてほしいじゃん。とりあえずよーろ、足行くよろーと、まあ、起業しよう。お前が今日の晩飯は焼肉のタレご飯にしよう。うわー悲しい。あいつバーベキュー行ってんのにさね、こっちはもう肉ねえんだよ。焼肉のタレのご飯だからね、うまいけど。おいおいおい、え、何これ、本と、なんか、何これ。なんか、洗剤っていうか、なんか、つけるやつ、スキンケア的なやつかな、なんかわかんないけど。うん。あ、水素水浄水器。ん？あ、水素水浄水器ね。なんかすごい切り方したね、今。で、意識高そうな本と、まあ、自己啓発系の本なのかな。で、しくよろうと。いや、これ結構人選ぶんじゃないの？はい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 。お金に余裕ができたらスーツがグレードアップしてカリスマ力上げるじゃんと。カリスマが高いと気になるメーターが上がりやすくなるじゃん。売れやすいじゃんと。はいはいはい。ちょっと見てみる？セールス強化。あー、こういうのが売ってんだ。はい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 。まあ、名刺、スーツ、おもちゃの時計。でもまあ、これを買うことによって、このカリスマ力が上がって、まあ、売れやすくなるのかな？ね、量が増えてったりするのかな？まあ、とりあえず、これ、名刺を買っとく。ね。やっぱ名刺あるのとないのじゃ違うじゃんね。アルバイトですって言っていくのと、こちら名刺ですって言ったらね、やっぱり、ちょっとよく見られるかもしれないんで、名刺を買っておきましょう。お、いいね。あ、もう渡すね、練習ね。はいはいはい。で、これでカリスマ力が上がったと。ほうほう。でも、まあ、あとはもうお金がないので、とりあえずはもう買えないかな。はい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 、はい。戻ってきたと。
まあ、とりあえず一旦今回フリーローカーね、お味噌汁セットをね、とりあえずノルマである20個売ったんで、でまあ次はねこの水素水浄水器と、まあ、意識が高そうな本ということでね、まあこれ売っていかないといけないんだけど、まあ社長がねいかんせんこの仕事ふざけているんで、まあ、早いことねちょっとこのセールスのねノウハウを学んでも自分で起業した方がいいんじゃないかなと思うね。こいつね、この社長にちょっとね、そのうち、ちょっと人を吹かせたいところですけど、まあ、とりあえず今回ね、お味噌汁が売れたんで、まあ、よしとしましょう。はい、ということで、今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。